ハイサイ、誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラーヤイビン。本日は、県総合運動公園からお届けしておりますが、県総合運動公園はですね、沖縄市と北中城村にまたがる大きな運動公園だったと記憶してるんですよね。そのぐらい大きな公園でございます。陸上競技場があったりとか、テニス場があったりとか、オートキャンプ場があったりとかね、そしてまあほっこりするのは、周辺に猫ちゃんがたくさんいて、とってもね人に懐っこい猫ちゃんでございまして、まあそんなね県総合運動公園からお届けの山田バサラなんですが、皆さん、おととい昨日のですね、ボートレーサー山本康介選手のですね動画、皆さんどうでしたかね。インタビューっていう言葉がございます。これ僕がね、今から20年ほど前にラジオ番組をね、コミュニティラジオ局でラジオ番組を始めた時に、とある先輩からね聞いた言葉なんですけれども、やっぱり僕もねその当時すごく自分のね、こう燃えてまして、すごいねやっぱり音楽で挫折して、そしてまたねラジオ番組を持てたっていうことで、ほんと小さなねコミュニティラジオ番組、糸満の皆さんFM タマンというか糸満でやってるのでね、小さなラジオ局って言ったら失礼なんですけども、まあねそういうね地域のラジオ局でもね、ラジオ番組を持たせていただいて、本当に志はですね、とっても僕は大きな気持ちを持ってですね、番組を始めたということを記憶しております。やっぱその時にね、いろんな方をゲストに呼んでインタビューねするんですけども、やっぱ毎回ですね、まあ、その道のですね専門家を呼ぶので、失礼をしてはいけないと思ってですね、ちゃんと調べるんですよ。調べるだけじゃなくて、やっぱり喋りもねこうしっかりしないといけないし、なのでね思った以上に大変でした。番組が楽しい分だけですね、番組を持ってたということが楽しい分だけ、そして自分自身が燃えてる分だけですね、なんかすごい大変だったんですよね。その時にとある方に言われた言葉なんですけれども、インタビューっていう言葉はつまりインタビューね、ビューですよ、インタビューですよ、っていうことはその人の景色の中に入っていくわけですね。ということはその人の景色に入っていくということは、その人の人生を垣間見るということは、その人の栄光とですね、もしかしたら、いやもしかしたらじゃない、間違いなくその人の苦しみとか挫折もですね、やっぱり想像するとかね、目の中に入っていくというのがインタビューなんだっていうふうにね、言われて、僕はその言葉をですね結構大事にしてるんですよね。なので昨日のですね山本康介選手のインタビューはですね、まあもちろん和気あいあいとですね楽しくね過ごすのは大前提として、でも楽しいばっかりじゃなくて、どこかねその人がプロとして生きていることの覚悟とかね、そういうのね、垣間見えたらいいなというふうに思って、実は、まあ、動画に収めたね、のもですね、すごく実りある、内容だったんですけれども、実はですね、撮ってない時の話がですね、ものすごく僕はですね、あ、やっぱり大変だなと、華やかな分だけね、苦労のね、こう、いろいろね、人気商売っていうか、人に見られる商売っていうのはですね、僕も、それ、ほんの少しはあるんですけれども、その、山本康介選手のですね、まあ、あえて後輩として康介っていうふうに言いますけど、康介のですね、こうプロの選手としてのなんかね、人気商売の大変さっていうのを、垣間見る、それこそインタビューすることができて非常に感謝しております。まあそうやってですね、これからですね1000回に向かって、このサラバンジな人に会いたいというですね、企画をですね、これから
続けていこうと思っております。ただですね、やっぱりこう編集が大変なんですよ。もう本当にね、おととい康介に会ってですね、動画撮って、そして編集をしてですね、それでもうすぐ翌日にアップしていかないといけないのでですね、もう皆さんね、ちょっと、ね、普段編集してないことが多いので、最近はですね、見てください。もうあえてちゃんと編集するとですね、おー、やっぱりね、ぶっちゃけ大変です。でも大変なんですよ。疲れますよ。だけどやっぱりそれだけね、康介がね来てくれてね、プロのですね、そのボートレースのことをですね広めたいっていうね、気持ちが、僕もあったので、やっぱりそういうのは結局関係ないんですよね。当たり前なことですから、疲れるのはね、なのでああやってね一生懸命人を応援することで、ああぜひ康介がね、ほんの少しでもね、沖縄の僕のね YouTube を見てる人がね見てくれた、まあ、全国各地でもいいですよ、見てくれて、あ、興味を持ってくれたらいいなというふうに思ってですね、丁寧に、動画を一昨日と昨日は作りましたので、なんかね、これからもですね、このサラバンジな人に会いたいって企画していこうと思ってるんで、それだけねやっぱりしっかりですね、会はですね、編集もして、実りあるねインタビューもして、そして実りある動画にしたいというふうに思っております。で、僕が思ってるのはですね、まあ、今年の年明けの、自分の抱負みたいなことでも話したと思いますけれども、なんか人と違うことをやりたいということを言ったような気がするんですよね。なんかそれと結びつくこう話かもしれませんが、なんかこの動画にね、なんかこう馴染みのあるね、ゲストを呼ぶんじゃなくて、今までなるだけね、会いたくても会えなかった人をですね、ゲストに呼んで、そしてしっかり調べてね、対応できるようなですね、対応できるというか、いいね、面白いね、動画が作れるようにですね、したいと思ってますので、本当に、できればですね、やっぱそっちの方がね、可能性は広がると思うんですよね。なるだけ今までお会いしたことがない人をですね、ゲストに呼んでいくと、なんか僕もこれから自分のね、活動が広がっていくんじゃないかなっていう気がね、しております。はい、ということでございまして、本当に、おととい、昨日の動画、僕にとって非常に、実りあるっていうか、すごく、やりがいのある仕事でございました。ね、ので、皆さんもぜひね、まだ見てないという方は、おととい、昨日の動画見ていただけたら、そして、ボートレース、山本康介をですね、応援してもらえると嬉しいです。はい、ということでございまして、今日も一日サラバンジで締めようと思ったんですけれども、最後にね、なんかやっぱこう半袖なんで、皆さんね沖縄いいなと思われたらなんかちょっとね、あれなんで、寒いんですよ寒いんだけど、ちょうど僕はね、ジョギングの帰りだったんで、ジョギング帰ってきて動画を回し始めた頃はですね大丈夫だったんで、少し、冷えてまいりました。皆さんもしっかり着込んで風邪などひかぬよう、はい、ということで、沖縄の県総合運動公園からお届けしました。これからもよろしくお願いします。今日も一日サラバンジ。